関ヶ原の合戦は東軍の圧勝に終わりつつあった。西軍で残っているのは石田三成ただ一人。軍師の島左近も頼れる友大谷義継もすでに敗走して、その姿は戦場になかった。敗北を悟った三成は己の志を貫くため単身突撃を仕掛けようとする。だが彼は孤独ではなかった。共に戦い共に誓った心強き同志が彼にはまだ残っていたのである。無限の勝利、関ヶ原最終決戦。寝返りを止められず西軍は総崩れ、頼みの左近と義継も失ってしまった。東軍は総攻めの構え。三成様、ここは撤退を。今さら引いたところで再起は叶うまい。ならばここで家康に一矢報いて散るまでだ。雪村、金津君、すまぬ。俺はどうやらここまでのようだ。雪村、お前も関ヶ原に駆けつけたのか。義の同志の危機を感じ取ったのだな。ええ、三成殿の苦戦との報を受け、自らの戦を切り上げがむしゃらにここまで。私もだ雪村。たとえ我らが局地的勝利を得ても三成を失っては意味がない。救い出そう同志を、そして勝とう同志と共に。はい、早速参りましょう。三成殿が我らを待っています。貫き通すは我が信念。うん、共に義のため戦おう。私が必ずお助けします。名を得やましろ。同志の危機を聞きつけ参戦。戦はこれからだ三成。真田幸村、これにあり。力を及ばすか。おやしつきせ。真田幸村、これにあり。キムラ、金継ぐ、来てくれたのか。すまぬ、俺が不甲斐ないばかりに。キムラが現れただと。上田城の守備を捨てたというのか。ならば、いでただら別動隊も間もなく到着しよう。我らの勝ちはやはり揺るがぬ。これにあり。
前の疑心にすがろう。受けてみよう。友の危機を救うのは当然のこと。受けてみよう。さあ三成殿、反撃しましょう。開門。俺と三成の喧嘩の邪魔すんな。開門。俺はお任せを。奴らのためにも生きて戦わねばならん。ええ、押し寄せる敵を一掃しましょう。たとえ金継ぎが参ったとな、欧州で伊達を破ったというのか。アコンは俺たちに負けた。もう降伏だ。勝負はついてんだろうが。戦う力をくれるのだ。海は義と愛の前に屈したぞ。救援感謝しますよ。今度は手間しないよう気をつけますね。義経は我が妻の手に落ちた。貴様も観念しろ。敵将を討ち取ったり。今しが解いてくれた。あんた、俺はこれから戦争に復帰する。二人とも生きていてくれたか。俺はもう誰も失わぬ。皆で勝利をつかもう。敗北条件逆行。上杉の後続隊が関ヶ原北に到着予定だ。うまくいけば道軍本陣の背後をつける。上杉の奇襲を援護するべきだ。敵の目は北から後続隊が来る。ならば戦場中央にて大暴れしましょう。気合を見せる。その程度の言い分。ダメ、ダメすぎる。開門。要所の北西砦だ。いいな、おまさ。腕に自信がなければ無視すべきだ。次は義と愛の前に屈したぞ。金継ぐ殿の強さは意に目指しているのだ。義と愛が戦う力をくれるのだ。備えは薄くなりました。上杉の奇襲も成功しやすくなる。上杉は援軍に参った。中央から東軍本陣の正面を攻めました。上杉と同時強撃の形を取る。本陣の守備に回るのが最善だ。上杉め、本陣を狙うつもりか。左遷。開門。さてどうしますか。忠勝を討つか、その前に本陣を落とすつもりか。木村、俺にやり。
敵将討ち取ったり。本陣に敵が迫り、兵が動揺しておる。どういうことだ信行、西軍が我らの本陣まで迫っているぞ。これも雪村を取り逃がした私の責。今より汚名を注いでみせます。秀忠、信行、信じておったぞ。まだ我らに勝機はある。ここで秀忠、別動隊が来ると。じゃあ薄いのか。三成殿、諦めてはなりません。増援が来たなら討ち取るまで。開門。上杉の新手は追い払えた。だが西軍の勢いは侮れぬ。一度引こう。おやしつけせ。真田幸村、これにあり。兄上との戦いが待っている。こんなところで力尽きるわけにはいかぬ。真田幸村、これにあり。相手ではなかったか。あっぱれ幸村、お前こそ誠の金だ。真田幸村、これにあり。雪村、これにあり。雪村の戦局を変えたのはやはりお前だ。引かねばならぬ。私が出るしかないか。開門。兄上、いや、真田信行の相手はこの私が。皆手出し無用に願います。敵将討ち取ったり。戦う力をくれるのだ。救援要請したい。兄上、参ります。来い雪村、勝負だ。西軍は止められません。ここは引き、再起を図るのが最善かと。またあるまい。ノーバス、戦う。後を頼む。開門。了解。
けてしまうとは。真田の戦、これに見よ。見立て通りの活躍だ。力を及ばずか。天下に聞こえる大志と勇気、見せてもらった。次は伊藤愛の前に伏したぞ。ここでもどうの者がいようとは。次は伊藤愛の前に伏したぞ。ではなかったか。この戦、勝利を得た。だが、家康を打ち漏らしたのが悔やまれる。三成殿、負け戦を覆せたのです。今はその勝利を素直に喜びましょう。うん、生きて同志と勝利を祝う。これほどの幸せがあろうか。雪村、金継、お前たちが来てくれなければ今頃俺は。三成、我らは礼を言われたくて来たのではない。同志が掲げる義を共に貫くために来たのだ。我らの信じた義が勝利を得た。私にとってもこれ以上の幸せはありません。義継、左近、お前たちにも改めて礼を言う。生きていてくれてありがとう。ああ。しかし流れは完全に東軍に向いていたはず。死を覚悟して臨んだ戦だというのに、これは夢か。夢なら楽なんですがね、義継さん。豊臣の天下を秀吉様の頃の安寧に戻すにはまだまだ骨が折れそうですよ。大丈夫さ。三成には頼もしい同志や有能な軍師がいる。それに清正や正成も力になってくれると思うが。分かっている。東軍についた者全てが豊臣の敵ではない。秀吉様が築いた太平の世を守り続けることが第一。それ以外の理屈や対面は二の次でいい。みな頼む。これからも俺の力になってくれ。